こんにちは、県民生協のまいまいです。皆さん、コープの宅配ステーションはご存知ですか？今回はこちら、ハーツ薄井のドライブスルー型ステーションについて紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。ハーツ薄井ステーションはハーツ薄井に併設しています。カタログでご注文いただいた商品を週に1回お受け取りいただける施設です。ご注文いただいた商品はこのようにお預かりしています。常温品、冷蔵品、冷凍品、青果、このように品温ごとに管理しています。ハーツ薄井では商品をドライブスルーで受け取れるようになっています。インターホンでお当番さんに声掛けした後、車から降りて注文用紙を提出し、スタッフが用意したご自身の商品を直接車に積み込めば OK です。屋根もついているので雨の日も濡れずに快適に便利に利用することができます。9月には新しくハーツ春江でもドライブスルー型のステーションがスタートします。雨の日にも濡れない便利なドライブスルー型のステーション、ぜひご利用ください。